BDM のタイプで、はい、まずキーボードのドラムを、ドラムのシュンテンチで、今撮ってるのアイダっていうベースなんですけど、これ、もうシドニアで録音したメンバーなんで、あ、そうなんですか。若手では、この3人で、まあ、そうそう、いろいろ作っていただいてて、もうそのステムファイルでもらっちゃってたりしたのがいっぱいあったじゃないですか、はいはいはい、だから、まあ、ダビング時にいろいろ現場でアレンジというか、うんうん、そのこの音抜いて効果を立てるとかセルフ立てるとかしてしまったんで、うん、やっぱりちゃんとした音楽、まあ、朝倉さんが全てちゃんと構成しているものっていうのは、ここで初めて再現されるんじゃないかな、あ、すごく楽しみですね。嬉しいですね、それは。そうなんです、まさに。回してるでしょ、はい、ねえ、こっから PV では僕の大好きなシーンなんですよ、本当に大好きなシーン、予告でもやり使われてたし、で BDM がね、今聞いてもらったように、BDM でハイレゾプラス今のサラウンド、はい、サラウンドで映像も、静止画でシドニア百景をポリゴンからもらってるんです。ああ、もう。そう。それでシドニア百景とか、あと少し動画も、まあ重くなりすぎるので動画入れすぎると、ちょっとだけ入れて、はい。で、それがブルーレイのメディアでってやるっていうものなんで、今、その BDM 用に新たに、編集し直したり、で、ちょっとしたものは撮り直したり、で、ミックスはもう全般的にツーチャンミックス、やり直して、刷新して、さらにそれをサラウンド 5.1 のミックスを全部やり直して、一回ほら、ね、その静岡の時の映像、その DVD とかそういう商品になってるものは 5.1 のも納品してるじゃないですか。だけどあれをさらにまたブラッシュアップしてエフェクトアップやり直して、結局音楽そのもので、DVD はね、セリフもあればいろいろあるけども、音楽そのもののメディアだから、音楽に特化した体重かけたミックスのやり直しっていうのでやってるもんですよ。まあ視聴させてもらうと本当に音には包まれてる感じがすごいのかな。あ、嬉しいですね。そうですね、 DVD とかブルーレイだけじゃなくて音楽だけ、いろいろな音混じっちゃうよりは本当に音楽は音楽だけで聴いてもらえるメディアが出るというのはいいことですよね。嬉しいですよね。どうした？朝倉典之です。皆さんお元気ですか。先ほどまで、ここでレコーディングしてる和気あいあいとやってたんですけども、なんかカメラマンが、これじゃ終われないっていうので、締めでなんか僕がちゃんと話さなきゃいけないとかなって、こういう流れなんですけど、ただなんかプロモーションにと特化していくと、なんかちょっといやらしいので、あんまりビジネスに直結する話はできないんですけども、とにかく質に関して、音楽の質に関しては、すごくクオリティ高いものを作ってます。それは僕の昔からの、サントラを作る時の心情で、
生と、デジタル処理のバランスをうまく、いわゆる映画的なアプローチでやってまして、それで、なんですかな、誰でも、音楽の好みはあるんですけども、音楽の好みを置いといたとして音楽の質みたいなものは、好みに合う合う合わない、合わなくてもたとえ合わない人でも、あ、これ質がすごい高いねっていうものを作るように目指しても、この、何年もやってきてますので、ぜひ、一つ皆さんで一回聞いてもらえると非常に嬉しいです。それでは。